u 2 s r 7 1ースカンクワークスはアメリカ合衆国の航空機メーカーであるロッキード・マーティン社の一部門ロッキード・マーティン先進開発計画の通称。展示で航空宇宙企業内における軍事関連の秘密開発部門、警察の武器庫、重火器管理調整、独自装備開発担当を指していたがその後語儀がさらに拡大し、 企業内の極秘開発部門、選抜されたメンバーのみからなる匿名チームなどをも指すようになった。以下には、ロッキード・マーティンのスカンクワークスについて記す。軍用機開発を主な任務とし、秘密、独立、迅速を軸に、数十名の設計者と百数名の技能職従業員によって構成されている。初代ボスは、航空機設計家、クラレンス・レオナルド・ジョンソン。 ナチスドイツの目262戦闘機に対抗できる XP-80 戦闘機を開発するために設立された。当初、設計室として設置したテントがプラスティック加工工場に面しており、室内が異臭に満ちていた。このため、電話を取った従業員が、はい、こちらスコンクワークスと答えた。スコンクワークスとはアルフレッド・ジェラルド・カップリン作の漫画である。 インディアン城に登場する怪しげな飲料を製造する上流所の名前である。部門長であるジョンソンはこれを聞いて激怒したが、従業員はジョンソンのいない間はスコンクアークスと電話に出続けたため、ケリーのサーカス小屋をロッキード本社側でもスコンクアークスと呼ぶようになった。その後、カプリンの漫画を出版していた出版社に訴えられたため、発音や語儀の似通った。 スカンクアークスという名称で商標登録された。U-2 偵察機、SR-71 偵察機や F-104 戦闘機などを開発し世界に名をとどろかせた一方で、XFV 戦闘機のような過大な要求ゆえの失敗作も存在した。その後、1975年にジョンソンは引退して、ロッキード社から去ったが、スカンクアークスは存続し続けた。 二代目ボスであるベンジャミン・ド・バートリッチによって引き継がれ、その後もステルス攻撃機である F-117 などを開発、アメリカの航空産業の最先端を担っている。ありがとうございます。